Welcome back to SGO. Alienization. お、この食べ物。なるほど、動物用の餌か。そういえば学院で見つけた猫、まだあそこに住み着いているなら腹を空かせているかもな。せっかくだし餌を買っていってやるか。前に見たのはこの辺りのはずだけど、いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど仕方ない、帰るか。ふざけるな。この声、まさかこの私に反論する気か。ええ、そういうわけでは。ではなぜ断る。ただ今は都合が悪いだけで。言い訳をするな。お前ごときが欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。おい、あんた。お前は以前メリナといた男か。邪魔をしないでもらえるか。悪いけど目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。ちっ、まあいいだろう。だがお前が私の邪魔をしたことは忘れない。次に会った時は覚えて。大丈夫かメディナ。余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた頬を痛むか。治療が必要なら。触るな。ごめん。本当に大丈夫なのかメディナ。手が震えて。気にするな、平気だ。では私は行く。おいメディナ。普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて、一体何に怯えているんだ。どうしたのキリト、ぼーっとして。え、ああ少しメディナのことが気になってさ。メディナのこと、もしかして喧嘩でもしちゃったのかい。まあそんなところかな。気になっているなら早く謝って仲直りした方がいいよ。メディナはキリトと違って繊細そうだし。まあそうだな。って俺がいかにも繊細じゃないみたいな言い方だな。だってキリトは結構大雑把でぐいぐい人に踏み込んでいくじゃないか。僕相手だったら特にそれで問題ないけど、慣れていない人は驚くことがあるのかもしれないよ。まあ否定はできないかも。でもメディナはあの時確かに怯えていた。あの顔も声もメディナらしくなくて心配で。分かった、早めに謝りに行く。というか話をしに行く。うん、それがいいと思うよ。どうして食べてくれないの。よう、メディナ。お前、あれなんかこいつ今日元気ないな。餌残してるし。近頃具合が悪いようだ。原因はわからないが。そうか、獣医なんて天職はこの世界にはないだろうしな。どうしてここに来た。関わるなと言ったはずだ。え、いやメディナにちょっと頼みたいことがあって。何。その
そうだ、立ち合い、俺と立ち合いしてくれ。恐ろしいほど唐突だな。一体なぜ？試験がもうすぐだし練習したいと思ってさ。メディナの剣はすごいから対策にぴったりなんだ。構わない、付き合ってやる。だが手加減はなしだぞ。いい、何でしょうかね。私の剣技に耐えられるか。やっぱりメディナはすごいな。下段構えからの攻撃も完璧に回避できるなんて。また腕を上げたんじゃないか。この回避は父からの受け売りだ。正確にはオルティナノスケ代々に受け継がれたものだ。オルティナノスケってすごいんだな。ああ、オルティナノスケは古きより武術に優れ、ハイドルキア流の非奥義を極めてきた。技を最後より自分のものにしているがゆえに熟練度も高く、それを代々受け継いできたのだ。第三代目当主が非奥義天山烈波を発見して自分のものにした。メディナ、すごく早口になってないか。なんだ、気に入らないのか。いや、メディナが楽しそうだからよかったよ。楽しそう？私が？ご先祖様のこと喋ってる時すごく楽しそうだった。メディナは本当にご先祖様を誇りに思ってるんだな。ああ。あのさ、メディナ。なんだ？この前は悪かったよ。急に何を言うかと思ったら。少し無神経だったよ。メディナの問題なのに踏み込みすぎた。それでも友達が殴られたりするのを見て、だからそれについて謝る気はない。結局どっちなんだ。謝っているのか謝ってないのかさっぱりわからない。そうだな、もう俺もわからないよ。まったく。別にお前は悪くない。あの時は何より自分に苛立っていた。ただそれだけだ。なあメディナ、聞いていいかな。あの男は私の婚約者だ。婚約者だって？婚約…なぜあんなことをするかって？あの男の家は過去、
オルティナノスケの配下を務める一族だった。だがオルティナノスケが欠陥品と呼ばれるようになって以来、奴らは何かとオルティナノスケにきつく当たり出してな。だからメディナを引っ叩いたりするっていうのか。そんな奴の言いなりになるなんて。夫となる者には従わなければならない。それに奴の一族は皇帝主催の議会にて発言権を持つ。報復されるのが私だけならばいい。だが私の振る舞いはオルティナノスケに関わる全てに波及してしまう。だから機嫌を損ねるわけにはいかないってことなのか。ああ、それに逆らってもっとひどい目に遭うのは耐えられない。あの時と同じ顔だ。一体何をそこまで恐れているんだ、メディナ。だから私は入学試験で手を抜いた。入学してからもそう。あいつに勝てば何をされるかわからないから。情けない話だがな、ご先祖様が見たら悲しまれるだろう。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。私らしくない？戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言って、あんな奴ので払いのけろよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。キリト、お前は本当に馬鹿正直で裏がないんだな。まるでオルティナノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば恥じることは何もないんだ。おい、バカってなんだよ。バカ正直とは言ったがバカとは言っていない。人聞きが悪いぞ。心配しなくても、私は上級修験士を目指し、最後の試合ではあいつを打ち負かして聖号騎士になる。今はその日のためにおとなしくしているというだけだ。あんな奴を婿に迎えずに済むようにな。そしてオルティナノスケの名誉を取り戻すために。そうか、だったらいいけど。そのためにも私は自分を鍛え続ける。いかに横暴な態度を取られようと、戦いの腕を鍛えることは止められないからな。なるほどな。そうと決まれば早速だ。もう一度勝負しないか、メディナ。今度は俺も本気で行くからさ。カバンのさっきは手を抜いていたとでも言うのか。まさか、もっと本気になるってだけだよ。望むところだ。ではもう一度相手をしてやろう。 NO。キリト、次は実技の授業だよ。一緒に行こう。まあ、わかった。次は組になって上段二段構えからの回避の練習か。では、ユージオ君が先に守りをやってくれるかい？まあ、いいよ。どうしたんだ？先生、オルティナドス殿が守りの構えを取る前に切り込んできて。なんだと？違います、開始の合図は行いました。いた、てめえが減って。やはり
オルティナノスケの出身というだけあるな。懲罰の対象とみなす。来なさい。教師までもオルティナノスケを差別するのか。そんな。わかりました。はあ、これで汚れた欠陥品と稽古しなくて済むわ。汚いやり方だな。そうだね。雨の放課後。はあ、わお。さて、リーナ先輩との稽古も終わったし、帰るとしようか。俺はメディナ。おい、メディナ、どうしたんだよ。お前こそ。あれ、手に何持ってるんだ。別に。ん？水に濡れてボロボロになった本。いや、これはメディナの教科書。文字は滲んでしまったが、読めないことはない。でもこんなの禁忌目録違反じゃないのか。人のものを汚すなんて。汚していない。私の元を離れて一日が経過したわけでもないし、人のものを野ざらしにするなという法はない。本が濡れて使い物にならなくなったのも、たまたま雨が降ったという偶然がもたらした産物に過ぎない。貴族たちの言い分はそうだってことか。欠陥品だろうと私も貴族だからな。その思考は理解できるよ。こんなのおかしい。先生にちゃんと言って。言ったところでどうなるんだ。あの教師の態度を見ただろう。ここにいる教師たちも皆貴族出身の者ばかりだ。欠陥品の一族の方など何があろうと持ちたくないだろうよ。でも私にはもう関わらない方がいい。お前までとばっちりに会うぞ。ただでさえライオス殿やウンベール殿にお前は睨まれている。自分から墓穴を掘るのはよせ。ほう。メディナ。次の日。あれ、メディナ、そのパン一つしか取らなかったのか。後で猫にやるから、もう一つは取っておいている。準備いいな。おい、なんだ。お前、私の話を本当に聞いていたのか。話って。なぜ私と一緒に食事をしている。お前たちまで無視をされるし、嫌がらせを受けるかもしれないぞ。ろくなことがないって言っても、俺たちもともと貴族のお坊ちゃん方からは避けられてるからな。うん、そうだね。もともと無視というか、嫌味は言われ慣れてるというか。そう、もともと好かれてないから、そいつらに嫌われても特にダメージ、あ、いや傷は受けないからさ。お前たち早く食べないと次の授業遅れるぞ。急がないとな。あ、メディナ。もうキリトがグイグイ行きすぎるからだよ。そうか、無理強いしたつもりはないんだけど。ちょっとメディナ追っかけてみる。え、キリト、グイグイ行きすぎだって言ってからまだ5分も経ってないよ。メディナ、逃げることないだろう。一体何が狙いだ。狙いって。普通欠陥品に人前で声をかけるやつなんていない。いたとしても必ず裏があると決まっている。裏なんてないよ。俺に裏がないって言ったのはメディナだろ。ならば同情か。同情なんていらない。惨めになるだけだ。同情なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。私と友達になって得られるものは何もない。私は欠陥品だ。欠陥品は一人きりでいるのがふさわしい。それが私の存在価値だ。汚名を返上するまでそれは変わることがない。人に虐げられ泥を舐めさせられるのがオルティナノスケだ。本当にそうなのかな。何？いや、
俺はそう思わないってだけだよ。たとえメディナが自分をそう思っていたとしてもな。ムカつく。なんでだよ。お前みたいなおせっかい一番腹が立つんだ。おせっかいか、そんな気ないんだけどな。というか、なんでついてくる。いや、次の教室も一緒だから。今クソ、反論できない。一体どうやってこいつを巻くべきかって考えただろ、うん、私の考えを読むな。へえ、当たってたんだな。ほんと、ムカつく。ありがとうございました、ソルティリーナ先輩。ふむ、キリト、また課外授業の要請が来ているのだが、同行を頼めるだろうか。はい、もちろんです。友情にも声をかけますね。ごめん、キリト。そうか、なら仕方がないな。課外授業は3人じゃないとダメだし、とはいえできたら参加したいんだよな。そうだ、3人ってことなら。あ、いたいた、メディナ。あれ、でも何してるんだろう。紙みたいなものを剥がして回っている。メディナ、どうしたんだ。今はお前に構っている暇はない。あれ、この張り紙見るな。あ、あら、オルティナノス初等練士、髪を落としたようよ。やめ。何何、欠陥品の一族オルティナノス家の王と追放令。そんなはずはないでしょう。王と追い出される貴族なんて聞いたことがないわ。そうだ、オートに住めない貴族なんて聞いたことがない。しかも二等爵士でその扱いなどありえるはずがない。そうよね、オートに住めない時点で本物の貴族かどうかも怪しいし。返せ。おい、こんな場所に張り紙するなんておかしいんじゃないか。何がおかしいのかしら。この掲示板は伝達事項を伝えるための場所よ。だがこれは誹謗中傷じゃないか。誹謗中傷？事実を伝達することのどこが誹謗中傷なんだ。いや、だからって。ここに書いてあるじゃない。オルティナノスケは氷教会の最高司祭様より欠陥品と呼ばれた。確かに我らオルティナノスケは欠陥品と呼ばれてきた。しかし古くは氷教会を武に優れた一族として支えてきた第一代目当主はハイノルキア流の始祖と呼ばれ。ならばなぜ欠陥品呼ばわりされるのかしら。なぜ皇帝陛下はあなた方を王都の外に追いやったのかしら。それはオルティナノスケがそんな優れた一族だったなんて聞いたことないな。やはりただの欠陥品だろう。王都に住まわせてもらえない時点で皇帝陛下から信頼されていないことの証だからね。違う。何が違うんだい。説明してみてくれよ、欠陥品のオルティナノス初等練士。メディナ、まさか逃げるとは。ただの質問にも答えられないとは、いかにも欠陥品らしい行動だな。確かにそう言えているわね。ムカつく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 。
私はオルディナノスケの血を継ぐものだ、うん、誇り高く気高く強く正しく。メディナ、ここにいたんだな。どうして来たんだ。メディナに用事があったんだ。さっき言いそびれたから。用事？お前その髪は。え、ああ全部ひっぺがしてきたぞ。掲示板の紙を剥がすななんて決まりはないからな。ただ処分する場所が意外となくてここまで持ってきてしまったというか。そうだ、ネストで燃やすか。ちょうど練習になっていいし。よし、システムコール。バカじゃないのか。え、こんなことしたって何もお前の得にならない。まあ俺の得にはならないな。でもメディナは嫌がってた。そんな紙を放置したくないって思ったんだ。そう思ったってだけじゃダメなのか。なあ、教えてくれないか。オルティナノスケが一体なぜそんな目に遭わなくちゃならないのか。本当は欠陥品なんかじゃない。何か理由がある。そうだろ。なぜ？これまで生きてきて誰もそんなことを私に聞こうとはしなかった。一族が欠陥品と呼ばれる理由など問わずただ罵るだけだったのに、なぜお前はそれを問う。ああ。理由がないことは純粋におかしいと思うだけだよ。それに何よりメディナのご先祖様たちはみんな立派な人なんだろ。遠い昔、オルティナノスケは最高司祭様よりセントラルカセドラルに招かれた。そこである機密任務を賜ったことがあるという。機密任務？ああ、だがその内容は私たち子孫ですら知らない。その任務を我らオルディナノスケの先祖は何代にもわたって賜り続けた。だが一度たりとも成功したことはない。そして最高司祭様は最初の任務の失敗時にオルティナノスケは欠陥品だと発言した。それを知った皇帝や貴族たちはみるみるうちにオルティナノスケとの交流を絶ったというわけだ。そうしていつしか最高司祭様も我らの実力を見限っていったのだろう。セントラルカセドラルにオルティナノスケが招かれることもなくなっていったのだからな。そんなことがあったのか。それにしても何か違和感を覚える話だ。まずはその任務がどんなものだったかが謎で包まれていること、そして欠陥品と呼んだ一族を失敗の後も何度も氷協会に招いて任務を行わせようとしたこと。最高司祭様は任務の失敗を理由に欠陥品と我らを呼んだ。だがあまりにもむごい仕打ちを。メディナ、大丈夫だ。なぜかいつもこのことを考え始めると右目が痛み始めて。妙だ、急な右目の痛み。ただの体調不良なのか。それにしてはあまりに唐突な気がする。いや、正確に言うと何かとても嫌な感じがした。これは一体。もう平気だ。そうか、ならいいけど、さっきの話を聞く限りメディナのご先祖様たちはやっぱり欠陥品なんかじゃないな。なぜそう思う。たとえ大切な任務を失敗したとしてもやり直そうとみんなが努力をしてきた。そうだろ。ああ、だからこそ私はその意志を継ぎ聖号騎士になり最高司祭様のもとにひざまずいて今度こそ武功を立てる。そんな扱いを受けてもなおメディナは最高司祭に仕えたいと考えているのか。
そこまでの権威を持つ最高司祭とは一体。長く話しすぎたようだな。それで私にあった用事とは何だ。ああ、そうだ、実はメディナを課外授業に誘おうと思ってさ、遊女が行けなくなったから。断る。なんでだよ。いろいろと忙しい。それに前にも言ったが、お前と必要以上に関わる気はない。何より私と共にあるところをこれ以上見られるべきではないぞ。いや、この課外授業に行けなくなったらリーナ先輩が困ると思うんだよな。それってリーナ先輩が。な、いいだろうメディナ。私以外に誘う者はいないのか。いないいない。私が行かなければソルティリーナ先輩は困るのか。ああ困る、すっごく困ると思うぞ。わかった、そういうことならば行くとしよう。やった、それじゃあよろしくな。今回だけだぞ。わかりました。いいですか。おい。
終わってない。どうにか倒せましたね。それじゃ帰りましょうか。うん、そうしよう。二人ともご苦労だったな。同行してくれて助かったよ。いえ、先輩のお役に立てたようでよかったです。よかったです。That's what a is void and welcome to SAO Anisization Recordings. それではまたな、キリト。そしてメディナ初等練習。はい、またお疲れ様でした。また何かありましたらどうぞ声をかけてください。ああ、もちろんそうさせてもらうよ。ではな。すごい猫かぶりだな。猫をかぶっているというわけではない。ソルティリーナ先輩は尊敬に値する人だからだ。行くまでどうするか迷ってたくせに。それはお前に誘われたからだ。お前に誘われたら最初は断ろうかと思う。なんだよその格差は。では失礼する。で、虫か。あれ、その方向ってことは猫の餌やりか。ああ、そうだが、帰りにオートで調達したのでな。俺も久しぶりに様子見に行こうかな。しばらく見ないうちに大きくなってそうだし。なんだ、見に行っちゃいけないのか。別に好きにすればいい。あいつを飼い猫にすることを提案したのはお前だ。つまりお前があいつを見に行く権利はある。それを阻むことはオルティナノスケとして礼節を欠いた行為だ。うむ、だから存分に見に行っていい。猫じゃらしとマタタビと魚パイを与えることも許そう。そんな言い訳しないと許されないのかってちょっと思ったけど、よし、それじゃあ決まりだな。言っておくが大きくはなっていないぞ。ああ、そういえば食欲ないって言ってたよな。そうだ。なるほど、ちょっと心配だよな。ああ、だから今日はあいつの好物を買った。ああ、いたいた。あれ、寝ているのか。メディナ、冷たい。え、死んでる。どうしてこんなこと。おや、薄汚い猫。いや、お前の飼い猫が死んだのかい、メディナ。お前、メディナの婚約者。ここへ何をしに来たのです。いや、餌やりだよ。お前が来ない時は私が代わりに餌をやっていたんだよ。そんな。餌って何をやったんだ。餌は餌だ。まあ、私たちにとっては甘い菓子が薄汚い猫にとっては毒になることもあるかもしれないと聞く。ああ、こいつ。なぜそんなこと。これはお前の飼い猫なのだろう。ならば餌をやってはいけないという決まりはない。しかし、もしかして私を疑いでもしているのか。薄汚い猫一匹死んだぐらいで何だと言うんだ。私は飼い猫に餌をやっただけで、禁忌目録違反は何一つとして犯していないぞ。猫にやってはいけない食べ物など法で決められてはいないからな。メディナ、なんで黙ってるんだよ。こいつは
うるさいな。平民は黙っていてくれないか。第一、お前は目障りなんだよ。あの事実を書いた紙を剥がした時もそうだった。まさかあれもお前がやったのか。大方この女にたぶらかされた口だろうが、貴族のたしなみに平民が介入する権利などないといい加減分かってくれないか。平民が介入する権利などない、それこそそんな決まりはどこにもないぜ。お前がどう思うが勝手だ。でもメディナがそんな奴じゃないってこと俺は知ってる。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。キリト、もういい。メディナ。さあメディナ、君に用があるんだ。共に来てくれ。はい。いい子だ。わお。わお。ダメだメディナ、こんな奴に従うことなんてない。行くなよ。あいつはメディナの友達殺したんだぞ。逆らうともっとひどい目に遭う。今度こそ何をされるかわからない。でもメディナは強いじゃないか。剣の腕も神聖術の腕もあいつなんかより上だ。お前にはわからないんだ。あいつが一体どんな風に私を恥ずかしめるかなんて。メディナ、心配するな。私は大丈夫だから。もう私の問題に関わるな。そんなこといいから。一体何を隠してるんだ。言いたくない。お前だけには何があっても言いたくないんだ。それじゃ助けられない。教えてくれ、一体どうすればメディナを助けられるか。誰にも助けてほしくなんてない。英雄を気取るのもいい加減にしろ。私は自分の問題は自分で片をつける。追ってきたりしたらお前を一生許さない。いいな。メディナ。さあせいぜい私に従い役に立ってみせるんだな。お前には所詮その程度の取り柄しかないんだ。たとえ欠陥品のお前でも、お前は私の役に立てるんだ。嬉しいだろう。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言ってあんな奴ので払いのけろよ。どうした。嫌だ。何か言ったか。あなたと一緒に行きたくない。お前逆らうのか。嫌だ、こんなのはもう嫌だ。叩きたければ叩けばいい。バカ。私はもうお前の言うことは聞かない。おとなしく言う通りにした方が身のためだぞ。あの平民のためにもな。あいつは関係ない。貴族の力がどんなものかお前はよく知っているだろう。禁忌目録など解釈の仕様でどうとでもなる。ねえねえ、どういうんだよ。どういうんだよ。ねえねえねえ。どうして。いやはや、オルティナノスケの当主が落馬とは、慣れないことはするものではないですな。こうなると分かっておられたのでは。我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。ああ、そういえば乗馬競争の賭け金はどうなさいました。何でも
オルティナノス殿はマナ娘に牧犬の替えを買ってやりたいと言っていたそうですからね。メディナ城、それでは香典代わりにお渡ししましょう。わあ。賭けの勝者が私だとはいえ、オルティナノス殿がお亡くなりになった以上、持っていても仕方がないのでね。シチュー、シチュー。ああ、知りすぎているぐらい知っている。ではどうすればいいか、わかるな？ No. No. メディナ、墓を建ててやろうと思って。お前、どうしてまだここにいるの？メディナが戻ってくると思ったから。墓、ここでいいかな？もう俺が建てたんだ。そう、これはお前が。メディナ、一体どうして？キリト、礼を言うよ。弔いの手伝いをしてくれたこと。珍しいな、メディナが俺なんて言うの。これが最後だから。どういうことだ？本当に最後にしてほしいんだ、私に関わろうとするの。なんで？もう私はお前と関わりたくない。お前だって分かっただろう、私と関わると楽なことがない。でも俺たちは友達。私はお前を友人だなどと思ったことは一度もないよ。お前は無神経でおせっかいでバカで繊細さを欠いていて妙な技を使う平民。私にとってお前はそれだけの存在なんだ。貴族としてお前と共にあることが恥ずかしいよ。それに共にあれば私は。メディナ、本当にすごいな。余計なことを考えてしまう。私の人生にそんなものあるはずないのに。これでもう友達ごっこは終わり。メディナ、やっぱりお前何か隠してるんだろ。隠し事など何もない。私はこんな人間なんだ。お前たちをバカにするライオス殿やウンベール殿と変わらない。欠陥品だろうが高慢ちきな貴族だ。関わり合いになるだけ無駄だよ。ではな、キリト。おい、メディナ！これでいいんだ。これで全部終わり。That's not good. それ以来、メディナは俺や友人を徹底的に避けるようになった。授業ですれ違っても、すぐにどこかへ行ってしまう。そして俺も彼女に話しかけることをしばらくやめることにした。何よりメディナがそれを今は望んでいない、そう思ったからだ。そうやって歳月は流れていった。
人とも準備はいいな。ええ、問題ありません。俺もいつでも行けますよ。気合入ってるね。こいつを思いっきり試せる機会だからな。では今回は全てキリトに任せるとしようか。いや、さすがにそれは冗談だ、さて今回も無事に終わらせよう。相手だ。さあ行くぞ。
これは禁令持ちのセルルト城。また平民の小僧と騎士気取りの遊びをしているのか。遊びではない。私たちは課外授業として貴殿の資料地に侵入した獣を討伐したまでのこと、そして学院から命じられた獣の討伐は済ませた。早急に失礼させていただく。待て。まだ何か。資料地への侵入は致し方あるまい。だが無断で獣を狩ることは許すわけにはいかぬ。無断で獣を？先ほども申した通り、私たちは獣の討伐を命じられてここへ来たのだが。それは本当にこの獣だったのか？どういうことだ？私は今朝から狩りのためにこの獣を追っていた。お前たちの狙っていた獣は別の個体ではないのか？何？つまり貴様らは私が追っていた獣を間違えて討伐したのではないかと聞いている。いや、私たちは断じてそんなことはしていない。どこに証拠がある？貴様らは私の狩りを妨害し獲物を殺したのだ。謝罪を要求する。セルルド、リーナ先輩、一度衛兵隊に戻って確認を取りましょう。そうですよ。たとえ僕たちが間違っていても、わざと貴族の狩りを妨害したわけではありませんし。まあそれでも構わん。しかしその前に言っておかねばならないことがある。四頭以上の貴族である貴様に貴族採決権を行使することはできぬが、かつて皇帝の反感を買った家の者が他の貴族との間にわだかまりを作ることになる。なんなら本件を次の議会にて皇帝に進言しても良いのだぞ。また禁令持ちの一族が盗みにも似た非礼を働き、自らその名を泥に汚そうとしているとな。分かった。どうすればいい？頭を下げよ。三頭借子ともあろう娘が自身に尊敬の目を向ける平民の前で頭を下げるその姿が見られるのであれば許してやる。おい！ダメだよキリト。相手は上級貴族だ。反論すればどんな手を使ってくるかわからない。構うもんか。たとえ状況が悪化してもリーナ先輩を助けずにいつか後悔するよりマシだ。キリト、リーナ先輩、頭を下げる必要なんてない。俺たちが間違っているかもしれませんけど、こいつらの主張が正しいかもまだわからないんですよ。この私が嘘をついていると？そこまでは言っていないですよ。ただリーナ先輩を脅したのは事実だ。脅しだと？キリト、やめろ。あんたは貴族という身分とセルルト家の過去を使ってリーナ先輩を恥ずかしめたいだけだろ。無礼な奴め。貴様が資料地の民であったら貴族採決権で、貴族採決権を使えればどんな罰を与えるつもりなんだ？そうだな、貴様が修験学院の生徒であるならば、やはり剣による立ち合いで教育を施してやるだろう。なら受けて立つ。なんだと？キリト！懲罰権や貴族採決権が行使されなくとも、双方の合意があれば一本選手試合が認められるはずだ。ああ、その通りだ。では貴様は立ち合いに同意するのだな？もちろんだ。キリト、なぜ自ら罰を受けるようなことを？リーナ先輩、勝手なことをして迷惑をかけてすみません。でも俺は家柄の都合なんかでリーナ先輩の誇りが踏みにじられることに耐えられない。だから俺は身分なんて関係のない純粋な立ち合いでリーナ先輩に教わった剣技を使い、一人の剣士としてあいつらに勝ちたい。キリト、お前は本当に無鉄砲でしょうがないそば好きだ。だが
私はお前を信じている。あやつらにたやすく食われるような剣士ではないとな。それに私に約束したことを忘れてはいないだろう。ええ、俺の全てを先輩に見せると約束しました。状況は変わってしまったが、ここで見せてくれ。お前の持てる力と技の全てを解き放ち、あやつらに勝て。ええ、初等練士キリト、約束を果たしてきます。では平民の小僧、準備はいいな。ああ、いつでもいいぜ。I will beat you. I will beat you. つけ上がれ。平民ごときがなぜここまでの剣を。どうする、まだやるか。言っておくけど、あんたがバカにしたそこのソルティリーナ・セルルトは俺なんかよりもずっと強いぜ。金霊持ちのセルルト家がそこまでの剣を。立ち合いはこれにて終了とする。お前たち帰るぞ。危なかったな。キリト、勝ったぜ、ユージョ。まったくヒヤヒヤしたよ。キリト、キリトと思ったぞ。ねえ、俺もそう思いました。この大バカ者め。見事な素晴らしい戦いぶりだったぞ。ワイヤーワン、礼を言わせてもらうよ。独り占めできなかったのは残念だが、お前は約束通り私に全力の戦いを見せてくれた。ありがとう、キリト。リーナ先輩、とにかく無事でよかった。町へ戻ろう。ええ、帰りましょう。Yeah, boy. Alright. I will. Wait. This game have an auto save. Samara! What? You wanna fight too? ずいぶん機嫌が悪そうだね。ジーゼック初等練士、
な、聞いたぞ。課外授業中に資料地で貴族に無礼を働いたそうだな。いえいえ、いや、それ無礼はお互い様ですが、というかなぜジーゼック初等連士がそのことを気になさるのですか。その貴族はライオス殿や私の家が親しくしていただいている方なのだ。なるほど、そうでしたか。貴様らのせいで我々が咎められるようなことになれば。ウンベール、その辺にしておけ。What? ライオス殿、以前も言っただろう、こやつらは禁令持ちの貴族とそのものから教育を受けている平民だ。こやつらに節度や礼節を求めるだけ無駄なのだ。そうでしたな、少し熱くなりすぎてしまいました。熱い。キリト初等連士。何ですか、アンティノス初等連士。見事な剣技を披露したそうだな。いつか私も手合わせしていただきたいものだ。あ、ああ。それでは失礼するとしよう。行くぞウンベール。いいじゃん、ベッド。ねえねえ、パレトン。相変わらず横柄な二人だな。ソルティリーナ先輩にまであんな風に直接失礼なことを言うなんて。リーナ先輩、先にユージオと二人で寮に戻っててくれませんか。キリトはどうするのだ。少し寄っていく場所があるので。そうか、わかった。それじゃあキリト、先に戻っているよ。うん、また後でな。ライオスのあの態度気になるな。とはいえあいつらのことを深く考えるのも腹立たしいし、とりあえずゼフィリアの様子を見てさっさと寮に戻ろう。アンティノス初等連士、ジーゼック初等連士、どうしてここに。おやおや、ちょうどよかったキリト連士。やべえ。On the next episode, thank you.